なんでカマなんでなんでカマモンって1時間この感じいくのかな。いつも後ろに置いてるのに。あ、シャンサンシュ開いたらこんななんか。ちょっとね。ボケか？あ、夏休みボケか？何なの？まあいいですけれども。なかった？3週。3週ね。なんか変わったことあった？3キロ太ったとか。きついきつい。あのね、あの土曜日に久高島に行ってきました。神の島って呼ばれてる。高高島じゃないですか。高高島っていうの？なんか、うん、うん、そう。うーん、うん、っていうか、うん、久高島ね。そう、久高島に行って、うん、自然の力をなんか注入してきた。へえ、いいよね、久高島ね。なんか無心でなれるよね。そうそうそう。なんかね、うん、いいよね。行ったことある？ある、一回だけある。うん、あって、うん、なぜか知らないけれど、うん、あ、これ怖い話とかじゃないんですけど、うん、あのここに導かれたっていう場所があって。え、何すごい。なんか、うん、もう すごく最果てなんですけど、うん、久高島の果てに、うん、岩みたいなところがあって、うん、そこの一部分がやたら落ち着いて、うん、へえ、そうそうそう、すごい。なんか足がそこに自然に向いたっていうところがあって、めっちゃすごいね。そう、なんだ、なんでしょうね。神に導かれた。神に導かれた。うん。まあまあまあ、そんな、はい、そんなこんなで。はい。まあ、っていうことで、っていうことではどういうことでかわからないけど、今日のテーマ、今日のテーマですよ、はい。はい。今日のテーマは何でしょう。今日のテーマは、ちょっと怖い話です。そうなんですよね。ちょっとなんですね。ちょっとね。こっち、ここ大事。ちょっと怖い話大事。怖い話じゃないんだね。怖い話はね、言うなれば苦手だから。いやさ、怖いさ。だってさ、お風呂とか入るんだよ今から。あ、怖い怖い怖い。怖いよ。無理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 。無理だよ。無理無理。ちょっとね、ちょっとだけだから。ちょっとだけね。なんかうわ涼しいなぐらいのやつ。なるほど。そういう感じでよろしくお願いします。お願いします。はい、まあね、怖すぎたら読まんからさ。いろんなこと書いて送ってきてください。メールアドレスは？メールアドレス。761@fmkoza.jp、はい、761@koza.jp、うん、ファックス098-934-8653、うん、098-934-8653までぜひぜひお寄せください。はい、はい、そして FM コザがユーストリームとツイキャスネット配信もしております。コメントもお待ちしておりますよ。早速コメント。銀太郎さん、こんばんは。ベルちゃん、リナちゃん、ベルちゃん定着してきた。サボさん、ちょっちゅねちょっちゅね、ちょっちゅね、ほんとほんと大事ここ。この番組はモデモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りいたします。ここで今月のプッシュナンバーです。ナイスクラップでシーブリーズ。
お届けしましたのはナイスクラップでシーブリーズでした。鈴カフェお届けしてますのは前城美鈴と中曽根里奈です。です引き続きよろしくお願いいたします。3週間早いね。早い、あっという間だった。あっという間だった。だって、うん、いろんなことあったでしょ、うん、なんかほら舞台の本番だったりとかさ。あった。その前になんか最近夜とかちょっと涼しくない？うん、夏終わるんかね。え、もう終わるの？だって、でもだって8月も終盤ですよ、もう。そうですね。で9月もまだ暑いけれど、うん、でもなんか確かに、うわーな、あの夜でもこんな暑いみたいなの最近なくない？うん、うん、過ぎたかも。確かに。あ、もうミスズの季節ですよミスズの季節が、ミスズの季節がやってきますよ。やってきますどういうことねえ、ほんと涼しい方がいいよね、うん、ねえ、もう暑いしね、うん、ギャラリーさんでもね、見てる人も見に来てくれる人もね、ね、暑いしね、涼しい方がいいよな、うん、ありがとうございますね。ほんと髪切った？髪切った髪切ってないほんと、あ、そう、舞台、そう、赤ずきんちゃんの初 恋、どうでした？めっちゃ緊張した。緊張した1回だったでしょ、1回でか、1回で、うん、なんかこの緊張隠そうと思って、うん、頑張って裏でなんか深呼吸とかしたんだけど、うん、やっぱ前に出るとすごい伝わったみたいで緊張があれみたいなあれみたいな。大丈夫だった？かまんかった？大丈夫だった。大丈夫だった。でもリハでね、めっちゃ噛んだりセリフぶっ飛んだりしてね、リアリアリア、そう、これ本番大丈夫かなと思ったけど、本番では大丈夫だった、大丈夫だったセーフ。見たかったなそうもうお客さん見ないようにしてて、もう、かぼちゃだからほらお客さんはかぼちゃとか、かぼちゃっていうじゃがいもとか、うん、芋だと思えばいいんじゃないかなもう大変だった緊張で、なんか楽しくなってくるわけさ、みすず。え、そうなの？そう、あのよく本番とかさ、うん、いや本当緊張するんだよ、うん、緊張するんだけど、うん、まあ、今回やった舞台、自分も、うん、リナさんも今回やった舞台が我が町の小劇場つってお客さんとの距離が近いじゃないですか。すごい近い。でやっぱ知ってる人とかね、うん、来てくれるじゃないですか、見つけるじゃないですか、ちょっと楽しくなってきてそういうのなちょっと楽しくなってきちゃって、あのね、あ、かでも、あの 役だからさ、役に入らないといけないからさ、ね、いらんことはできないんだけど、いらんことしたくなっちゃうわけあ、でもやらないよ、やらないんだけどさ、したくなっちゃうわけそう、だから、いいな、いらんことは、あの、カーテンコールでやるよこうやって見つけたりとかさいいな、それ。今回も分かりやすかったよありがとうね来てくれてありがとうございますそういいな、緊張しないんだ。なんかね、そう、楽しくなってきちゃう、。でも、うん、でもやっぱ緊張したね、今回の。え、そうなの？なんで？うん、なんでおー、なんだろう、今までやったことなかった役だったからかな。あ、そうなんだ。あ、リナさんも見に来てくれたんですけど、紅に汚れるっていう舞台やらせていただきまして、うん、あのね、まあ見る人によってちょっと解釈は違うと思うんですけど、うん、幻想みたいな、うん、あのその、子が作り出したものみたいな、うん、幻覚みたいなっていう役をやらせてもらったので、ちょっとね、多重人格みたいな、ね、二重人格みたいな役をね、うん、やらせてもらったので、怖かった、おすず怖かった。あのね、あの見に来た子にね、あの終わってさ、挨拶行くじゃない、もうおすず出てこなければいいのにと思ってたって言っちゃダメだよこのリラさんさ舞台終わるじゃないですか。で客だし挨拶っつって、じゃあありがとうございましたっていうために外に出るんですよ、うん、あのね、舞台の、あ、この小屋の外に出て、うんうん、ありがとうございましたっつってやるんですけど、うん、その時、おすず怖かったっもう出てこなければいいと思ってさおいおいおい、誰見に来たんだお前は本当に怖かったんだもん超怖かった、もう恐怖です。おすずが出てくること、もうおすずが出てくるたんびに鳥肌が出てきてお願いだからもう来ないでみたいなおい、出させろ出させろ、ミスズを出させろ本当に怖かった。でもすごい上手ってことだから、もう、そうすか、もう世界に入り込みすぎて、入り込みすぎた、やばかった。ドロドロな舞台でしたけど、うん、どうでしたか？もうね、30分ぐらい引きずってた30分で終わった3日ぐらいってさ、心配ですけど30分で終わった皆さんらしいね30分で引きずりました30分引きずりましたって面白くない？3日引きずりました
ずりましたとかだったら心配するけどさ30分でいいんかいみたいななかなか抜け出せなくていやいや抜け出せてるよ30分で終わったんでしょ抜け出せてるよそうなのマジか皆さんマジかそうそうその後お祭りに行ったわけあーなるほどねそうそうちょっとお祭りの気分になんかなれなかったそうあなった逆にったもう逆にもうテンションウェーイみたいにしないとずっとなんか引きずっちゃうそう引きずっちゃうから、ね、もうイエーイみたいな感じでお祭りに行ってきたじゃあ旦那いっちゃんさん、はい、優しい姉ちゃんと怖い姉ちゃんだった、うん、そうね、うん、そうねギャップがすごかった、ね、でもね、うん、あの両方とも存在しないからね優しい姉ちゃんも怖い姉ちゃんも、うん階層とかの幻覚ですから、うんうん、一番最後だけミスズが存在してたのは、うん、ああなるほど、うん、そうかそうそうそういやー仲良さそうでよかったと仲いいっすよちょっと仲いいっすよ見た人にはね伝わるかなと思いますけど、うん、紅日記が出る今回、うん、なんだろうな3つの話がちょっとね3つ、うんまあの話がちょっとまあオムニバスじゃないですけど、うん、ってなってて、うん3つの赤を導き出せましたか、うん、あなたは出せたと思う出せたと思う、うん、じゃあ答え合わせしてみましょうはい1つ目口紅口紅そう口紅っていう人多いんだよね一発目から間違いですあ、まあ、まあ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 間違いではないですけどまあ解釈によりますけれども、うん、まあまあまあ口紅まあ、うんうん、はいそんな感じで、まあ、2つ目赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃんうん赤ちゃんそしたら3つっつったよね4つぐらいになるあれあれあれ口上に赤ちゃんあと1個なんだあと1個なんだあのあんまりちゃんと見てなかったっていうことの解釈でよろしいでしょうかね今回、うんまあ、ミスズの解釈はですけれども、うん、ミスズ的解釈で、うんこの3つの柱、うん見た人は分かるんですけど、忍と蛍、うん、でケイとミオでアキラと一条さんっていう風に分かれて、うん、物語が分かれてたんですけれどもでこの忍と蛍は血、うんうん、そうだ、まあ、女の子の話だったりとか、うん子供の話だったりとかっていう血、うん、でケイとミオ私が演じたミオとケイの役は火、うん、そうだそうだいいだでアキラと一条さんに関しては薬、うん、あ薬が赤かったと思います、うん、本当だそうっていう話っていう解釈してますけれどもちゃんと見てたちゃんと見てた見てたちゃんと見てた本当まあそんなね、まあ、ちょっと怖いドロドロっとしたそうすごかった、ね、お話でしたけれども、うん、まあ怖い話といえばですよ、うん、メールテーマがそうだちょっと怖い話です、うん、ちょっとだよちょっとちょっと、うん、ちょっと怖い話、うんするするする階段の階だから一応うんやる、 するやるやる楽しそうだなノリノリそう、うん、するするどうするメールから読むリナさんからする私クオリティいくそうだから私からいこうかな優しいなんかクオリティいくそうそう、うん、私じゃちょっとだけ、うん、あのね娘が3歳ぐらいの時に、うん、実際にあった話あそうあ怖いよあでもそこは大丈夫娘が3歳ぐらいの時に、うん発電上司の、後ろの信号がない道があるんだけど、はいはいはい、そこをブーンって通ってたら、うんうん、なんか7時ぐらいでちょっと暗かったんですよ、うんうん、そしたらなんかママ怖いとか言い出して、うんうん、は何がって言ったから、うん、なんか草からめっちゃ出てくるみたいな草からなんかめっちゃ出てくるみたいな、うん、言ってきて、うん、へっみたいな草って何って言ったからなんか変なのがめっちゃ出てくるみたいな車にぶつかってくるみたいな、うんひぇーってなって待ってお願いちょっと待って今何も喋らないで子供にね子供に何も喋らない怖いから今は何も喋らなくていいってさっきのは忘れようね結局何だったかは今わかんないそう娘も大きくなってちょっと見えなくなっちゃって大きくなったらそうなんか薄れるっていうじゃないですか怖いデイジ怖いさこれみんな帰りの車怖いね、やだやだはぁそうそうはぁ怖いそうはや子供って怖いよね、うん、見るからさ今もさ、うん、うち甥っ子がいるんですよ1歳、うん、もう1歳にならないかまだ、うん、まだ11ヶ月かおーおーの子供がいるんですけど、うん、抱っこするじゃない、うん、するとあのね、うん、あ
のね、ずっと一点を見つめてるのよ。なにもうさ、必ず見つめるところがあるわけさ。怖い、そこだけ、うん、怖くない？家の中怖い。もうね、これがね、怖すぎてさ、もうね、おじいちゃんって言ってるよ、みつさん笑ってる、おじいちゃんって言ってるけど、おじいちゃん亡くなってるおじいちゃんがいるんですけど、言ってるけど、もう怖いよね、一応恐怖だよね。見えてそう。そう、もうね、怖いよ。怖い話、ちょっと怖い話、自分も体験した話なんですけど。え、何怖い？中学校までかな、マンションに住んでたんです。今は一軒家なんですけど、マンションに住んでた時に、あの、なぜかね、4階だったんですけど、なぜかカーテンがなかったんですよ。カーテンとかなかったんですよ、なんでかしら、今思えばなんでかなって思ってる。カーテンって普通お家にあるもん。あるなかったっけ、よくわかんないんですけど、まあそれはいいんですけど、で、お留守番してて、一人で。いくつぐらいだったかな、忘れちゃったけど、小学校ぐらいの頃かな、お留守番してて、それで、はって気づいて、なんかぼーっとしてて20分ぐらい経ってたんですよ、なぜか、あれと思って、でちょっと暗くなってて、外も、で、あテレビでもつけようと思って、でパッてテレビ見たら、なんかテレビって暗い時、黒い時って後ろになんか映ってる、映る自分と、なんか鏡みたいになるじゃないですか、映る、うっすら、誰か映ってるんですよね。うそー、もうね、とりあえず後ろ振り向いても一応誰もいないですよね。前向いたらいますよね。怖い、やめてやめて、怖い、もう全部明かりつけて、もうこうやって布団かぶって、もう帰りを待ってたっていう記憶がある。その間にか寝てたんだけどね。うそ、えらい、怖くない？怖い、怖いよ、怖かったよ、これお話。ずっとお留守番したくないもう2時でも26だから、お留守番はできないですけど、めっちゃ怖い。コメント、シピリムさん、ミシジュ講座はお久しぶり。お久しぶりです。こんばんは。嫁さんと横浜でデートしながら聞いてるよ。ああ、てか隣の美人さんめっちゃタイプ。イエー、嫁とデートしてるのに隣の美人さんタイプとか言わない。ああ、怖いわ、怖い、チャラいわこいつ、チャラいわ銀太郎さん、りなちゃん高校生のお子さんがいるの、びっくり。お子さんは今5歳、5歳、ね、今5歳ねびっくりした。そんな感じで、ちょっとだけ、ちょっとだけ涼しくなったんじゃね、ちょっとこんな感じでちょっと怖い話を送ってきてください、ちょっとだけだよ、これ以上はダメだよちゅうことでメール読んでいきます。はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今日の鈴カフェは少し特別、お店真っ暗にしてろうそくを2本、怖い話している店主である前城美鈴さんとその店員の中曽根里奈さんであったという話だったよ。え、どういうこと次ミスね。うん、この間お店の片付けしてたら停電してブレーカー付けに外出たんだけど戻ってきたら足跡があって、あれ誰もいないはずなのによく見たら私の足跡だった、キャーってもうミスズ今日も平和の鈴カフェであったというわけでミスリナさん、エスさん、暑い中お疲れ様です、沖縄大好きですということで、沖縄大好きさんいつもありがとうございます。テーマ、ちょっと怖い話。実はさ、財布に入ってた小銭落としたのあ、ちょっと暗い話がではなくちょっと怖い話、ちょっと体験した話。子供の頃、夜寝静まった時間に目が覚めてしまい、突然誰かが足を引っ張り始めていたずらと思ったら、親兄弟みんな寝ていたので嫌な予感がしてしまい、必死に布団にしがみついていました。しばらくすると収まりました。それが何度かありました何度か。他にも最近の話ですが、以前住んでたアパートでのこと、仕事で疲れて夕飯フロスを済ませて寝ていると金縛りに遭い、寝返りすら打てず何かが乗っかかってる感覚がありました。それから数瞬間後に熱出して早退してしまい、体調不良になったことも。これがちょっとした話です。ではでは。いやー、なかなか怖い足引っ張られるなんて、いやね、怖いね、怖い。こういう物理的なもの一番怖いだ、やめてって、やめて、もう本当にっつって続きまして、ラジオネーム内地ののっちさん、ありがとうございます。小中学生まで金縛りとともにいろいろな体験ありました。特に怖かったのは、今から30年も前のことですが、古い県立病院に友達の入院のお見舞いに行った時ですね。友達がいる病室から出て一人で家に帰ろうとした時です。エレベーターはなかなか来ないので階段で降りていきました。1階に着いた時です。電気も消えていて、夕日の赤が窓から照らしていました。停電でもあったのかと思い周囲を見ましたが、誰もいません。売店、食堂も誰もいません。エレベーターは止まったようです。
寂しくなり上の階の友達の病室に戻ろうと階段を上るとどの階も停電でなぜか誰もいません。なんかやばい感じがして友達の病室に急ぎました。病室に行くと友達はベッドで横になって寝ていました。寝ていたので起こすこともできず離れることもできずベッドの脇に座ってしまいました。そのうち足音のようなペッタンペッタンと音が聞こえ病室の外から聞こえてきました。足音が近づいてくるとカチカチと金属音もしてきました。部屋の入り口まで来たようにも思えました。もう怖くて直視することはできずベッドの下に隠れていました。足音が聞こえ入ってきたようでした。ベッドの下から恐る恐る覗くと泥だらけの草履に鎧をつけた下半身の部分が見えました。荒い呼吸も聞こえます。このままベッドにまっすぐ向かってきました。金縛りで動けません。友達が危ないと思い思い切って叫ぼうとしました。なんとか振り絞って危ないと叫ぶことができました、うん、そしたら友達のベッドの下で寝ていたようで入院していた友達にどうしたの大丈夫と起こされました。さっきまで友達も私も病室から別れるときにバイバイして別れた記憶があったのですが、その後はベッドで横になりすぐ寝てしまったようです。私のうなってる声がベッドの下からあって目が覚めて私を起こそうと声をかけていたようです。そんなことがありその後は病院に行けなくなり友達は無事退院したのですが体調が悪くしばらくして他の県に転校してきました。友達の無事を祈るばかりです。以上が今まで体験した中で一番不思議な体験。怖えよ怖えよちょっと怖え話って言ったじゃないかよびっくりだよ怖えよ鳥肌立ってるよもうやばいもういや鳥肌と手汗がすごいわやばい夢見そう夢見そう怖いもうどうするもうやめるでもさまだまださメールがいっぱい来てんだよはー行くか行こう。続きましてこんばんはベルちゃんこと前代美鈴ちゃんこんばんはジムの中曽根里奈さんこんばんは遠足かわいい話といえば落語のまんじゅう怖いを思い出すラジオネーム今日もおかしな銀のトロンボンですということで銀トロさんいつもありがとうございます。今夜のテーマ怖い話ちょっと怖い話以前いた会社でのこと道路工事測量か道路工事測量していた時道路を、崖下から擁壁を立ち上がるため崖下の穴の中で基礎になるコンクリートの長針を立て終えて上の道路に戻ってすぐにドーンと大きな音先ほどまで自分たちがいた場所に採石を半分積んでた 2トンダンプが崖下の穴へダイブその2トンダンプエンジンをかけサイドブレーキをきちんと引いていなくて最速を積み込んでいる途中で流れ出したみたい怖い、もうやだやだ怖いどうするやめる怖くなってきたもう鳥肌がすごいんだけどじゃあメールがいっぱい来てるわけよ、うん、どんどん読んでいこうと思います。お願いします前城美鈴さんそして中曽根里奈さんハイサイ今夜は一人で帰るのですか誰も連れ帰ってはいけませんよチケットの予約のメールは送ったけど園児のメールも何もないのでちゃんと予約が完了してるのか自分は本当に存在してるのか心配してるミッチーですよミッチーさんありがとうございます。10月の、ね、舞台ねちょっと待ってね。それでは前城さんと同じ年の頃私が経験したちょっとだけ怖いお話を。それは体調も崩し何度かの手術が必要になりその何回目かの入院の日入院の手続きも終わりこれからしばらく入院生活を送る部屋へと通されました。その大きな総合病院は入院患者も多くてベッドの空きも少なくとても忙しい病院なのですが通された4つのベッドがあるその部屋にはなぜか誰も患者さんがいませんでした。部屋に入るとき私がえっと声を発すると看護師さんがあっと声を押し殺したように声を発して下を向いたのですがその部屋は大きな窓のない部屋で高いところに明かり通りの窓があるのですが昼間でも薄暗くなんとなく嫌な雰囲気を感じたのでした。そして消灯時間も過ぎたその日の夜深夜の2時を過ぎた頃看護師さんたちが慌ただしく走る音に私が 目が覚めたのでした。入院生活が長いとよくあることで患者さんの容態が急変かなんかだろうと気にせず目をつぶり私はそのまま眠りにつきました。としばらくすると私が一人のはずの部屋で何か気配を感じました。恐る恐る目を開けると私のベッドの傍らにおじいさんとおばあさんともわからない老人が静かに立ち私をじーっと見下ろしていたのです。その老人と目と目があった一瞬意味がわからなかったのですがハッと驚いた次の瞬間その老人が手を伸ばし私に覆いかぶさってきたと思うと全身が金縛りになりその後の記憶はありません。次の朝看護さんに夕べの話をすると看護さんは あまり驚かず私が金縛りにあった同じ時間に入院していたおじいさんが息を引き取られたのだと話してくれました。そしてその日のうちに、私は別の部屋に変えてくれたのでした。その部屋はなんかいわくつきの部屋のようで看護さんたちもその部屋には入りたくないようですよ。すずりなちゃん
病院では不思議なことが起こります。入院する、時は清めたお塩を持っていきましょうね。それでは別の病院でいつもはピタピタと歩き回る足音がその日はみーちのベッドの上で止まった話はまた次の機会に、やばい、間違いだったかな階段の会をしたのはね。あのね、みすずのテンションがおかしいことになるよね。一回ツイキャス更新しようね、うん、一回ツイキャスを更新しようね、うん、怖い怖い、 なんで怖い、大丈夫、今日なんかギャラリー多くなったりとかして、大丈夫大丈夫大丈夫、本当で、さっき、まあ、さっきの人はみすずには見えてたけどいたよね、いたよね、ちゃんといたよね、女の人とかね、もう変な変なやつしないもん、ほんとはぁ、みーちゃんさん、すずりなちゃん、怖い話すると集まってくるよ、マジで。怖かったら、掃除を出るときにパンパンと柏で打って、その場を清めるんだよ、っちゅうことで。打ってからだよね。オッケー。パンパンっつってやってたよね。テントを頑張ろうかいさん、筋肉少女が怖がっている。とりあえず腕立てやったっけ腕立てやっとく。まぎれそうだね。筋肉少女っつったらさ、話変わるんだけどさ、すずも最近筋トレ始めたって。おー、家でね。こちらの世界へようこそ。嫌だよ。絶対プロテイン飲まないからね。何がプロテインよあれ若干だけどね、マジか、あ、怖い、なんか面白い話して、めちゃめちゃぶり、雑な店主のめっちゃむちゃぶりあ、じゃあここで1曲いきますか、はい、あの怖い、怖い曲だと思われているけど実は、明るい曲だったっていう曲、うん、さっきエンサさんから教えてもらったやつ、ほう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 、あれね、うん、リングの取材かね、H2H で Feel Like Heaven。
毎週のみすずのすずカフェ、毎週のみすずと中曽根里奈が今自分の名前噛んだよね大丈夫取り憑かれてる大丈夫中曽根里奈が中曽根里奈がお送りしております。あーでもたまにあるよね大丈夫番組も中盤なので一応コーナー、はい、皆さんよろしく。はい、始めます。スタッフリーナの日替わりトーク、イエイ。今日は沖縄の心霊スポーツ。やだー、もうそんなん調べてきてからさお、怖さマイルドで、じゃあ怖さマイルドで紹介しようかな。ね、じゃあまず一つ目、はい、女さんにある 3S 聞いたことある？ 3S って言って、ガードレールに赤い字でアルファベットの S が3つ書かれてるためこの名前がついてるらしくて、女村にある、うん、そうそうそう、うん、で、なんか森川公園大山貝塚っていうなんかユタの修行場があって、その 3S も三大修行場と呼ばれてて、うん、ガードレールなのに、すごいあ、なんかガードレールのそばにあんのかな、建物が。あ、なるほどね、なるほどねそうそうそう、が言われてる場所があって、うん、なんかそこに行った人は、うん、幻覚が見えたり、うん、突然頭痛や吐き気に襲われるそうで、怖い。その大山貝塚は沖縄で最も恐ろしい心霊スポットと言われているらしくて、うん、歌の人によれば、うん、死者の世界となっているらしく侵入すれば命の保証がないとのこと。出て行きなさいそう、戦時中には防空壕としても使われてたようで、なるほど、ね、訪れると必ず怪我や病気になるらしい。行かないで、みんな行かないで、行かないで、危ないから。私責任取れない、紹介してるけど行かないで。そうそう、でね、あとね、中城高原ホテル、通称アーテ、通称チャイナタウン。あー、聞いたことある。そう、1970年頃に建設がスタートしたが、うん、建設途中に会社が倒産し、そのまま30年以上にわたって、何それ怖い、もう取られちゃったそうなんだ、放置されてるらしい、そう、実は私若い頃に行ったことある、興味本位で行ったことがありまして、うん、でも大人数でだけどね、うん、でどうだったの？行ってね、なんか階段を登ってくんだよ、うん、5階ぐらいなんかあって登るところが、うんうん、そう、そしたらなんかね、階段登ってる時にダダダダダダって、いやもうやだ、下から足音が鳴ったり、うん、遠くからキャーって聞こえるわけ。もう いっぱいいたから、その中の一人でしょ、どうせ いっぱいでいっちゃうでしょ遠くからね、そう、キャーって聞こえていたんだよ、他の団体があ、それもあり得る、そう思っとこう、うん、そう、なんかそう言ってね、怖かったねなんて話しながら帰ってて、うん、コンビニ寄って霊感ある人もその時一緒に行ったんだけど、うん、そしたらその人から後から話聞いたら、うん、なんかこの建物出る時に一人がずっとついてきてて、うん、怖い、ついてきてて、そう、あと一人は建物の上から、うん、怖い、誰かが見てたらしいんだけど、あ、お腹痛くなってきたそうなんかでもついてきてた人も敷地内から出たら大丈夫だった、いなくなったみたいで、そう、なんか本当そういうとこ興味本位で行ったらダメだよ、本当ダメ、もうダメって見送りしてくれたんかなみたいなやめろやめろ、可愛く言うな、可愛らしく言うなそうあの、そこ流行ってて、なんか心霊スポットみたいなのが、そう、ね、流行ってたね、一時期ね、うん、あの他の学校の子の話を聞いたら、この子もあのチャイナタウンに行って、うん、なんか霊がつきやすかったのかな、うん、でなんかその子お家に連れて帰っちゃったらしくって、うん、そう、部屋のドアが勝手に開いたり、ドアの隙間から、うん、なんか黒い影、いやもう怖い、入ってきたり、金縛りにあったりと大変だったみたいで、もうそう、ユタにお願いしよう、そうそう、もうそれを聞いた瞬間なんか行くのをやめるという、うん、行かないで最初からほんとめっちゃ怖い。でも若い時はあるよね、なんかない、免許取ってちょっと、そう一回だけあったんですよ。そう、行ったことある？免許取って、取り立ての時に、まあ友達とね、何人かで、じゃあ行こうぜっていう話になって、うん、で別に実際そこ行って、まあ、うん、まあ別に心霊スポットっていうか、うん、ちょっと怖いよねぐらいのところ、うん、暗いとか、まあ、そこら辺行ってきて、うん、でまあ待って回って楽しかったねなんて言いながら家に帰ってきて、うん、で普段別に何も言わないはずの、うん、うちのお父さんが、うん、お前どこ行ってきた？はっはっえ、お父さん霊感あるの？そう、あ、うちのね、うん、おばあちゃんがね、うん、そういうユタ
まあそういうの持って行って、でお父ちゃんが多分引き継いで行って、うん、それを、うん、でおばあちゃんもちっちゃい頃とか店たちが熱とか出したりとかね、うん、あの寝込んだりしたらよく電話がかかってきて、うん、丸々大丈夫みたいな、すず大丈夫ねとか、うん、お兄ちゃん大丈夫ね、うん、みたいなことがあったんですよ。へえ、そう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 、うん、だからお父さんにそれ言われた時にゾワッとしてねもうだからそっからもう、あ、もうミスどこにも行くなやめよう怖い怖いね、ねえ、そうでね、今日ね、なんかチャイナタウンのことが気になって、うん、このブログを書いてる人の、うん、こういう心霊スポットとかよく行く人のブログを見たんだけど、もう写真が怖すぎて、一応昼間の写真なんだけど、うん、やっぱ写真でも怖くて、なんか、うん、なんかこの画像載せれないんですけど不思議ですねみたいな書かれてるわけ。怖い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 、もうやだと思ってすぐ消した。怖い怖い怖いやだやだやだ、もう見れないみたいな。やだやだやだ、そう、そんな感じ。そんな感じ、以上以上、日替わりタクでした。コメント来てます、銀太郎さん、怖がれば怖がるほど寄ってくるっていう。え、マジで。いいよ、もういいよ、うん、もうもうどうする、怖くない、もう絶対怖くない山内さん、未始終金曜日のテーマ怖い話ね。嫌です。1週間に2回も嫌です。やばい、やめてください。金太郎さん、高原ホテル跡、あそこは本当にいるらしい、ウガン城の中にあるとか。あるよね、もうね、そういうのってお腹痛くなってきたね。はあ、みちゅさん、もう一件、生でリアルタイムに聞きたいのに仕事中。あら、りなちゃん、足元に何か。そうでしょ、やめろやめて、映ってないからか足元ツイキャスとか。あ、そっか怖いわ、怖い、はあ、はあ、はあ、お腹痛くなってきた。一緒に帰ろう、今日今日一緒に帰ろうね、一緒に帰ろう、一緒に帰ろう、怖い。はあ、なん、そんなこんなで一応ミスズも、あの鈴カフェ一息の裏側っていつものコーナーもちょっとそれっぽくしてきたよ、うん、一応。そう、まあまあそれっぽくっていうか、うん、一応行く、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 やる、やる、うん、じゃあもう一応コーナー、鈴カフェ一息の裏側、はい、このコーナーは心理テスト的なものを通してもっとその人の裏側まで暴いていっちゃおうというそんなコーナーになっております。怖い怖い、え、なんでこのタイミングで、なんでこのタイミングで救急車、やめて、もう、うん、やめて、いきますよ、うん、肝試しであなたは廃墟に行きました。そこで遭遇したものは以下のうちどれでしょう、うん、A 幽霊、はい、B 熊や犬などの動物、うん、C 殺人鬼D 何も遭遇しなかった。もう一度、肝試しであなたは廃墟に行きました、そこで遭遇したのはどれですか、A 幽霊、 B 熊や犬などの動物、C 殺人鬼、 D 何も遭遇しなかった、うん、何も遭遇しなかった、殺人鬼、何も遭遇しなかった、大丈夫ですか、動物、何もいなかった、幽霊、幽霊、うん、怖い、いや、え、別にでもまあ結果的には怖い話ではないですけどね、あ、そうそう、思い切って C 殺人鬼思い切った、怖い、思い切ったな、これ選ぶ人思い切るよな。さあ、うん、別に怖い結果ではないですけれども、うん、C がいますね、うん、多い、このテストでは、うん、心が満たされない原因が分かります、うん、廃墟は心の虚しさを表しています、うんうん、そこで出会ったものは虚しさの原因、そこからあなたの心が満たされない理由が分かるんです、うん、ということで、はい、なんか A、うん、幽霊を選んだあなたは、はい、過去に囚われている、あなたの心が満たされない原因は過去に囚われているため、廃墟で遭遇した幽霊は過去の亡霊です、昔の成功体験や過去の恋愛などと比較して今はあんまり楽しくない、うまくいっていないなどと感じている様子、過去はいくら願っても戻ってはきません、あなたが歩いていく方向は未来、新たな夢を求めれば心がどんどん満たされていくはずです。へー、ちょっといいこと言ってめっちゃいいこと言う、あ、いいこと、いいこと言う、いいこと言う、うん、すごい、やった。続きまして B、うん、B いたんじゃない、熊や犬などの動物は、うん、強い絆が欲しい、廃墟の中で動物と遭遇するのをイメージしたあなた、心が満たされない原因は人間関係です、うん、動物は親密な関係や絆の象徴、人と人との触れ合いによってあなたは癒されたいと願っているのです、うん、また動物によって求めている相手が異なります、熊を想像した人は家族、犬の場合は理想の異性を求め現状を満たされていないと感じているでしょう、絆だ、絆、うん、うん、
なんかほっこりするね。なんかほっこりするね。まあこんな手伝いね、続きまして C、うん、殺人鬼、うん、心に迷いがある、うん、殺人鬼を想像したあなたは、うん、心に迷いがあります。どうしたらいいのかといろいろ迷い決断できずにいる様子、うん、自分が本当に求めているものが分からず満たされないのです。しかし迷いをやめなければ不安の象徴である殺人鬼がいつまでも追いかけてくるでしょう。心を満たすためには世間体や人の価値観に惑わされず、あなたの本当の願いを見出す必要があります。はー、うん、殺人鬼、殺人、ね、続きまして一番多かったんじゃないかな、はい、D、 何も遭遇しなかったを選んだあなた方は実は満たされている。おう、あなたの心は満たされているはずです。もし満たされていないと感じる場合には人と比較して不安を感じているため、友達や同僚を見てあの人はいいなと思ってもそれは他人の幸せであってあなたの幸せではありません。自分だけに焦点を当ててみたときあなたは案外居心地のいい場所にいるはずです。今の幸せを失わないように大切にしていきましょう。おー、だってさ、なんか最後にほっこりしてよかった、よかったよかったこのテスト最後に持っててよかったよかったということで以上、一息の裏側でございました、はい、インフォメーションいってみましょうかね、はい、ここでインフォメーションです、はい、10月1日、うん、カラーズ演劇プロジェクト第2弾いいお話黄色組おばあちゃんのミスサイゴンが那覇にあります我が町の小劇場にて行われます、はい、今回の主役はなんと私前城みすずが務めさせていただきます。リナさんも出るもんね。出ます出ます、やったー。何これ今日これ今日これ今日なのデジチャラよ。アロハ、何これよくわからないけどあの客演もねめちゃくちゃ豪華で、うん、私の大好きな、うん、まあ田中原の奏姉ちゃんだったりとかパラナイさんの知念慎吾さんだったりとかが出ます、うん、はい、このプロジェクトは5部構成となっておりまして今回も席に限りがありますのでぜひぜひお早めの予約お願いいたします。予約方法はカラーズのフェイスブックページをご覧ください、はい、そしてカラーズではモデルタレントレッスン生を随時募集しております。興味がある方はぜひぜひどしどしお問い合わせください。ホームページやツイッター、フェイスブックのチェックよろしくお願いいたします。すべての出会わせは098-923-3358 098-923-3358カラーズまでよろしくお願いいたします。エンディング、あのね、怖いの本当に嫌なんだはず、うん、いつもよりエンディングの時間が残っているいつもより全然時間がある早く終わらせたかった早く終わらせたかった全然いつもより時間早く帰りたいのかな終わらしちまえみたいな。おーね、ほんとあのね、やっぱ怖い話苦手ですね。うん、怖い一人になるとな、怖いもん、妄想がなね、うん、だってさ、お風呂とか一番怖くない、怖い、目とか潰れないもん、もうシャンプーとかガンガン入ってきても絶対目怖い、開けない、怖いやばい、 いや、おすずのが怖そう幽霊びっくりするわ、ほんとだよ、いや怖いもん、もう目つぶるの怖いもん、もう夜とか目覚めたくないもん、ねえねえねえ、夜中とか起きたくない、やだーやだやだ、もうね、うん、嫌よ、怖い、怖い話、やめよう、やめよう、誰のやろうって言ったの自分おつず自分やんそうか、だってちょっとって言ったさちょっと怖い話って言ったさ、みんなほらリアルなやつ送ってくるから、ガチだったね、ガチだったね、全然ちょっとじゃなかった、怖かったね、怖かった、こんなだからミスズはわざと明るいところでやってた部屋を暗くするみたいな手もなんか言おうかなと思ったけど絶対嫌だなと思って怖い、まあ、若干お腹痛いし鳥肌がすごいもん、もう嫌だよ、うん、やめよう、明るい話しよう、そうだね、うんうん、明るい話しようえ、どうする、何の話する、まだまだ全然あるもん、ほんとなんかこちょっと怖いとはちょっと違うんだけどね、うん、昨日ね、なんかツタヤに、うん、あこの借りた DVD を返しに行こうと思って返しに行ったんだよ、うん、そしたら、うん、この CD を返さないで、うん、新たに借りて帰ってきちゃったわけは自分の記憶力怖いなと思って家帰ってさ、ツタヤのさバッグが2個あってさはぁみたいなだから今から返しに行くやばくない、やばくないの、おみさん記憶力やばいわ、ね、あ怖い怖いこれぐらいが良かった
みんなみんな送ってくるのはこれぐらいのやつがあ, ありがとう、ほっこりした、はいね、最後にね最後にね、ほっこりした話ね、よかったねよかった、そうね、まだあるんだねまだ時間はあるんだね、こうあれなんだね、ミスズは苦手なんだろうね、苦手なんだろうね、反応したね、今日でね、うん、うん、ダメなんだろう、喋れないくなっちゃうんだよね、こういう怖い話とかしたらね、ダメなんだよね面白い、向いてないんだろうね、向いてなかった、向いてなかった終わるか終わらすかねイントロさん、こんなに笑ったら逃げてくさーっつって、おーなーね、うん、ね、テント頑張ろうかいさん、リラさんにですね、脳みその筋肉もつけないとね本当だよ本当だよね本当だよねじゃねえよ本当だよねじゃねえよ二度手間みたいなはい、でもね、あるよね、なんかね、買い物しに出てね、財布忘れるサザエさんみたいなことだよねあれね、あの携帯持ってるのに携帯どこみたいな、うん、よくあるあるある、うん、やばいよね、うん、どうにかしないといけない脳トレしましょう、脳トレいく、筋トレの前に脳トレしましょう確かにさて、ミスズカフェそろそろ閉店の時間でございます、はい、今週も最後までありがとうございました、また来週も聞いていただけると嬉しいです、この番組はモデルタレント事務所からずの提供でお送りいたしました、ミスズカフェ、お相手は毎週ミスズと中曽根里奈でした、たかまかったね、よしまたのご来店を心よりお待ちしております、それではエンディングナンバーです、ピラノパールさんのバッキャマランドで Now and Forever、 それではずっとそばにいて見守ってくれたね、ありがとう、忘れてた思い出が弾け出す、この道何歩通っただろう、落ち込んでため息、不安な気持ち、気づいてくれた優しさ、わがまま気まま